こんにちこ、アキトです。てなことで、今日は6月22日土曜日、ひろまる JP シューレースさん、いつもあざす。今日はシュプリームサマーティのリリース、そしてジョーダン1メタリックバーガンディのリリース日ということで、今日もここ渋谷からやってきてます。まずいいねお願いします。いいねは既読感覚ですぐ押してください。開いたらすぐ押してください。いいねは毎回500回を目標にやってます。コメントもお願いします。いいね欄とコメント欄は僕ではどうしようもないので、見てる人が作る場所なのでお願いします。あと冒頭15秒の今、ひろまる JP シューレースさんがやっていただいてますブランド様向け1万円メンバーシップもやってますので、毎日投稿、ほぼ毎日投稿、冒頭15秒にブランド様名前を表示してます。最近は毎日投稿つらいな、この薄利多売方式つらいわ。中途半端な、この僕の規模の中途半端な再生数、毎日投稿つらいわ。ただ毎日投稿すればいいだけじゃないからね。何でもいいならそりゃあるよ。何でもいいならただ毎日投稿すればいいだけならそりゃ何でもある、そりゃ何かはあるよ。ただね、ちゃんと再生数取ってそれなりに収益を得なきゃいけないとなるとむずい、むずいでー、むずがゆいでー。ということでシュプリームサマーティリリースということなんですけど、シュプリームは今週で一旦休みに入るんでしょうかね。シーズンの終わりでまた2、3ヶ月休んで新しいシーズンに入ると思うんですけども、あとはジョーダン1メタリックバーガンディのリリース日、海外の方では先にリリースがあって、国内で待望のっていうか待ってるかは知らんけど、国内リリース日復刻ですね。てなことで今日も行ってみよう。ということで、これから東京23並びでジョーダン1行こうと思いますけど、今10時15分ぐらいで10時半締め切り。小林さんがシュプリーム早く番号呼ばれちゃって T23 並べないっていうことで、他の人に支援頼んで、シュプリームの方に。29センチギリだけどな、なんか。早くないと思う。ちょっと足数にも並びの人数にもよるけど、東京23。でも今のところまあまあいますね。30人ぐらいいそう。意外といるな、やっぱり。さすがにジョーダン1だな。8号だな。全然いないと思ったら、まあまあいますね。じゃあ、多分僕と支援は K さんが並んでくれると思うんで。はい。じゃあ、シュプリームお願いします。はい。また後で。じゃあ、K さん。はい。行きましょう。おはようございます。中尾さん。今日はなんか、全身真っ黒じゃないですね。そうなんですよ。ごめんの前で買ったんで。こんなの珍しい。青い靴なんて珍しい。夏だ、ね。夏。黒しか着ないなんて言ってたのに。ね。ね。東京23並びました。多いですね、さすがに。意外と多い。スニーカーズも完売しますもんね。スニーカーズ在庫復活しないですね。アトモスの完売。アトモスオンラインもないんだ。ってことはみんなスニーカーズで結構外れてんのかな。いや、結構外れてる人多かったっぽいです。そうなんだ。あんまり海外プレネついてなかったからちょっと油断したかも。定価高すぎですよ。定価高い。3万です。ジョーダン1で3万。1万4800円でよくねえと思ったんですよ。今回もまあ行くかっていう感じでスニーカーズ応募したら当たっちゃって、支援で並んでくれるんですね。スニーカーズ やっちゃったんだ。他のアトモスとかやってないんですか。アトモスやっちゃいました。やってた。アトモスはもう安定の外れですよ。あ、外れなんだ。僕のアトモスのアカウント死んでんだと思うんですよね。意外とこのブーム終わってみんなアトモスでさえ当たる当たるって言ってるけど、まだ死んでる。デニムも外れました。ということで整理番号もらいました。はい、僕と小林さんの支援でみんな並んでくれてる。つむさん意外と人いますね。うん、もう僕のところで50番だから、つむさんキスで買っといてよかったね。29センチなんで。そう、サイズ的にもね、はい、こんなにいるってことはスニーカーズみんな外れたってことだと思うからね。6000円。父の日に親父とお揃いで買いました。仲良しだな。履き心地やばいですよ、ね。ボメロめちゃくちゃいい。超おすすめです。履きやすいんだ。もうなんかエアーですね。空気、本当のエアー。履いてる感覚があんまりしない。オンがいいとかって言ってた時代も懐かしく感じます。オン以上なの。オン超えた。オンだって3万とかするでしょ。そうですね。これ6000円アウトレットで。オンって3万します。2万じゃないですか。2万。2万何千か。めっちゃいいんだ。これのオールブラックも買ったんですよ。オールブラックとこれと、あと親父の茶色いやつ。
酸素を買いました。今案内で当たり50番までらしいですね。まあほぼほぼ当たりですね。そうですね、そんな数多いんだ。抽選始まりました。4分の3は当たる。今日1番引きます。1番引くの頼もしい。高尾さんはだってすごいのいつも当ててるから、トラビス当ててるから、ね、そうですね、いつも70人いない並びで50番まであたりはすごいな。1人はいい番号出たとして20番台ぐらいは1人は出ないですか、うん、だから2足買えるかどうかですよね。順番的には高尾さん2番目、僕で、あとは他3人です。アキト君と仲間たちです。まあ当たるのは当たるとして、うん、あとは番号ですよね。そうですね、1桁台が、まあ、出れば。そうですね、29は買えそうですね。はい、多分28とかでも20番台であれば、うん、20番以内であれば買えるかな。あと5人ぐらいです。次高尾さん。高尾さんです。お願いします。はい、行きます。9番あたりです。はい、ありがとうございます。9番すごい。高尾さん25。25。え、NY さんは外れた。出た出た、 NY の呪い。K さん何番？32。つむさん、あ、つむさん6。お、じゃつむさん小林さん分。 NY さん。NY さん。 NY さん。NY さんだけ外れてるやん。解明するか、解明するか、 KY に解明するか。本当にその勢いですね。前回 J バルビンでしたっけ。 J バルビンで同じぐらいの 80% の確率外してます。ま、外してましたね、この前も。2連続で外す。解明するか。ツムさん、おはようございます。ということで、ツムさんが小林さん分支援ということで、なんとか買えるんじゃないかなっていう感じですね。買いました。20がありましたね。29。小林さん。はい。よかった。すごいね。6番と9番、すごいね。いくらほとんどが当たりとはいえ、この番号を当てなきゃ29買えないもんね。そうそう、意外と買えないんだな。すごいな。まあでも、転売屋さんがいないからこの人数なんじゃないですか。ああ、確かに。個数が少なすぎでしょ。確かに、外国人あんまり見ないっすね。うん。なんでだろう。やっぱり、ストック X でほぼ定価だからなのかな。だと思う。なるほどね。そういえば、外国人あんまりいないっすね。舐められてますね、なんか。わかんないけど。うわ、なんか日本人あんなもんにあんな並んでるよっていう。並ばなきゃ並ばないで、文句言うっていうね。外国人いなきゃいないで。いないんかいっていう。いや、でもチラッと見たらかっこよかったですね。かっこいいですね。お待たせしました。あ、買ってきた。買いました。ありがとうございます。29あった。29。アトモスブルー見てきます。ブルー、はい、ブルーは今日8号は販売ないんですか。8号ないですね。冗談は、はい。トラビスってなんで捕まったんですか。薬物、飲酒運転と不法侵入メディアの方では報道されてましたけど、麻薬じゃないんだ。まあ、多分すぐ出てきたんでしょうね。なんかストーリーで自分が捕まった写真をアップしてたんで。あ、 T シャツも作ってましたもんね。 T シャツ作ってましたね。ネタみたいな。不法侵入がちょっとよくわかんないけど、不法侵入逃げたんじゃないですかね。飲酒運転捕まえてもわかんないですよ、ここは。新しいミッド出てる。この前出たやつ、グッチカラー。グッチカラーいいっすね、シックなまとまりで。うん、なんかこれプリントなんですね。そう、刺繍じゃないっすね。へえー、むっこりもしてない。一緒か。あ、シャドウもこうなってるっすね。するか。シャドウの方が伝統出てるとかも本当いい時代ですね。これね、すごいっすよね。いいね。これは買ったんですか。買ってます、買った。当たり前じゃないですか。当たり前、当たり前で買いましたけど。いや、これもね、昔はだいぶ塩の JP で出てる。あー、もう買ってはない。これは買ってます。あ、買ってるんだ。はい、当たり前じゃないですか。当たり前、当たり前ですよ。これはなんかスタイルコード変わってないんですよ。昔のまんま。2016年くらいに出てた時とスタイルコード変わってないんですけど、一番最初は2000何年か。そうですね、確か。何年でしたっけ、ちょっと覚えてないですけど、トモスの本名さんがなんか、あ、提案してて、提案して、はい、後にキス海外で再販して、はいはいはい、全然でも今はもう人気ないですね。もちろん買いました。お、
大沢さん好きなんですよ。これは僕も買いました。みんな買ってますよね。これ買わないフェッツってなかなかいないんじゃないかな。いやでもその歴史知らなきゃ、まあ、はい、微妙なカラーじゃない、正直。いや多分合わせやすいと思うんですけど。いやこれ歴史知らなきゃ肌色ピンクは買わないんじゃないですか。買わないですか。ボメロね、人気ないんですよね、上の方に。ボメロめっちゃ履きやすいやつ。履きやすい。なんだっけあれ、なんだっけこれ、これ誰っぽい、ジョーダン4のあの誰だっけ、エビちゃんが欲しがってたやつ、あれっぽいやつ、かっこいいけどな。また新色出てますね。ね。スパイジークロー。あ、でも最近のあれですね、ここのなんかペイント感が薄くなりましたね。昔もっと雑なペイント感あったんですけど、若干滑らかになったかなっていう。なんかもっと塗った感ありましたよね。ああ、そうですね。サンバ。ここ、アウトソールが黒い。小林さん、最近ストーリー、インスタのストーリーめちゃくちゃ更新してますよね。最近っていうか、その休みの時は。歩いてる、いろんなところで。一人で歩きまくって、いろんな店舗行ったりして、その都度写真撮って、これが割引になってるよとか、アウトレットでもこれがあるよみたいな。勝手にアウトレットも行ってるし。でもちろん、あと僕とこういう風に撮影最近一緒についてってもらってるんで、そういう撮影の様子もリアルタイムでスニーカー、インスタのストーリー上げてるから。フォローしとくと、あとこういうリリース情報とかね、何がまだ残ってるみたいのもリアルタイムでストーリーしてるもんね。だから小林さんのストーリーゲリラとかお得情報割引とかが分かるんで、ぜひ皆さんインスタフォローしてください。あと意外とブックオフとかも行くんで。ああ、そういう、そうだ、あんまり僕たちは行かないけど、そういうとこもよく行ってますもんね。それでこういう面白いのがあったっていうのを写真撮って投稿してますもんね。あとは仕事帰りにシュプリーム寄ったり。シュプリームで何がリストックされてたとか残ってたというかっていうのもね、まあ、今でもありますけど、 SS のウィーク9とか、はい、マーチロゴの T シャツとか今リストックしてたりとか、そういうのもね、情報あるからフォローしとくといいと思います。まだ200人はもうちょっと、もうちょっと行きたいですね。じゃあとりあえず200人、それでアキト君のつながりが広がってくれる。うん、いやそうですよ。